この先が岬の先端だ。さっきの橋といい、手入れがされているようだが、よく来るのか？ああ、月が巡るたびに様子を見に来ている。我明日を見守ることが私にとってのせめてもの償いなんだ。シュラ、あまり思い詰めないで。あなた自身に非があるわけではないでしょ。大丈夫、私がやりたくてやってるんだ。皆が近くにいるってあの子にちゃんと伝えたいからな。そろそろ行こう、ワレアスが待ってる。ここも緑が濃くてね、ほっとくとすぐに草木で覆われてしまうんだ。中心から光が、あそこにワレアスが。ああ、そうだ。波のしぶきまでもが空中で止まっているのか。80年ほど前に生じてからずっとこのままだし、この目で見ても信じられない。ああ、まったくだ。そろそろ見えてくるぞ。この下にいる。降りるぞ。こいつは。嫌でも思い出してしまうよ、あの日を。僕は恐怖に飲まれ自分を失った。ワレアスもきっと同じような思いをしたんだろう。何度見てもこの姿には心が乱される。だが封印を解くことで何が起きるのかわからなくてね、手が出せなかったんだ。一つ考えがある。何だって？俺の能力でワレアスからリヴァイアさんの力を吸収する。心配するな、ワレアスを傷つけるつもりはない。それで普通の赤ん坊に？いや、力の一部はどうしても残ってしまう。だが赤ん坊の力では自ら権限することはできなくなるだろう。じゃあリヴァイアさんになることはないんだな。おそらく。もし何かあってもその時は俺が必ずワレアスを助け出す。いずれにしても苦しんだままの赤ん坊を放っておくことはできない。お前さえよければここは俺に任せてくれないか、シュラ。わかった、あんたに託す。どんな結果だろうとその責任は私が背負う。リヴァイアさんの力引き受けてやる。
間違いない。これはリヴァイアさんの力だ。だが何か。自分を守るために呼び出したのか。この力使わせてもらうぞ。どうやら落ち着いたようだね。やれやれ、こんな状態で力を使うとはな。シュラ、この後はどうする？ワレアスの封印を解く。あんたのおかげで初めて希望が見えたんだ。この機を逃したくはない。でもこれほどの規模の魔法だ、特にも相応の手順がいるんじゃないのかい？ああ、その通りだ。それにこの場で解くことはできない。一旦里に戻ろう。やるべきことの他に話しておきたいこともあるんだ。わかった、なら行こうか。待っていろ、ワレアス。もう少しの辛抱だからな。
しかしリヴァイアさんの力を吸収するとは。クライブ、体は平気なのか？ああ、心配は無用だ。それならいいが、無理だけはするなよ。では集会所に行こう。そこで話したい。わかった。シュラ様、傭兵さん、お帰りなさい。おや、封印のことを説明する前に話しておきたいことがある。私たち水の民の歴史だ。随分大きな織物ね。先祖たちの歩みを編んだものさ。170年ほど前、故郷なき水の民は今のザンブレク領内で細々と暮らしていた。だが独自の信仰を持っていたばかりに、グエリゴール全教が広告を起こす際、異端狩りの標的にされたんだ。民衆をまとめ上げるための生贄。そっちの歴史ではこれが原因で滅びたとされているんだろう。でもわずかに逃げ延びた者がいてね。数十年にわたる放浪の末、彼らはミシディアへとたどり着き、その後二つの秘術を手に入れる。一つはマザークリスタルを作り出すという空の文明の秘術。マザークリスタルを作るだと？馬鹿げているだろ。だが彼らはそれを信じた。マザークリスタルのコアを命あるもので代用する理論。それには体内に多くのエーテルを持つ生物が必要だった。ワレアスがドミナントだと分かった時、こともあろうに先祖たちはあの子を利用することを思いつく。ドミナント、コアに。秘術と共に見つけた奇妙な薬で無理やりエーテルを引き出してね。そしてその状態が永久に続くようあの子の時を止めたのさ。そのために彼らが用いたのがもう一つの秘術である、時間凍結魔法フリーズ。あの空にかかる光だ。時間凍結？そんな途方もない魔法を一体どうやって？先祖たちがこの地に来た頃、森の中で半ば石化しかけた魔女と出会ったんだ。彼女はもともとマザークリスタル、ドレイクアイの消滅を防ぐ研究をしていてね。時の流れを魔法で止められないかと考え、フリーズを編み出すに至ったらしい。でもドレイクアイは消滅したはずよ。ああ、フリーズは完成したものの、なぜかドレイクアイには効かなかったそうだ。その失敗により国を追われたのか、発見された時の魔女は一人死にかけていた。先祖たちは彼女を里に連れ帰ると、亡くなるまでの間できる限りの世話をしたという。水の民がフリーズの存在とその操り方を知ったのはその時だ。こうして手に入れた二つの秘術とドミナントであるワレアス、それらが揃ったことを先祖は天運だと考えた。マザークリスタルを手に入れることさえできれば、もう二度と辛く苦しい思いをせずに済む。喉から手が出るほど欲しかった平穏が、たった一人の命を差し出すだけで手に入るのだと。しかし結果はどうだ。マザークリスタルを手にするどころか、我明日の人生を
奪っただけだ。水の民もまたクリスタルに翻弄されたわけか。事情は分かった。それでフリーズはどう解く？高台に光に包まれた場所があっただろう。あそこには時の祭殿と呼ばれる遺跡があるんだ。その一番奥にある要でフリーズを操ることができる。ただし一人で行くには危険な場所でね。あんたたちも同行してくれるとありがたい。いいだろう。だが全員が里を離れるのは避けた方がいいな。何か心配事でもあるの？ああ、フリーズを解いた時に何が起きるかわからない。さっきの魔法生物のような危険にも備えておくべきだろう。それなら僕が残るよ。里のことは任せて。助かる。よし、決まりだ。早速時の祭殿に向かうとしよう。時の祭殿は高台の上にあるんだ。まずは北門から樹林に出よう。